あ、いいかな。さっき間違えた方に行くんですね。これ左ですね、これがね。そうですね、あの湖側に行かないとダメなんでね。なんか黄色のスイフトが4台並んでる。よいしょ。ここの蕎麦屋有名なのかな。なんかいっぱいですよね、人は。はあ、暑いな。また機会あればね、伊吹山ロープウェイである程度まで多分行けるんでしょうね。行ったことないんであれですけど。さあ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 、でもあれですね、やっぱり自宅出発じゃないので、本当にこう早め早めで体力が奪われてないうちに道の駅パン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 次から次へとこう回れてるんで、もう今日やめとこうかなとも思ったんですけどね。でも実際こうやって回ってると良かったなと思いますね。こっちの方また来てってなると結構しんどいんでね。まあ本当、まあ、帰るついでっていうかね、ナビとかで調べたら、もう行きしな来た道路ね、琵琶湖の琵琶湖の西側をね通る道路で帰れとなるんで、距離的にはそっちがね多分短いんだと思うんですけど。ここ工事やってるからなんかおかしくなってるな、道が。右に行って左、とりあえず右か、まあ右でしょうね、とりあえずね。よいしょ。ちょっと遠回りにはなるかもしれないんですけど、なんていうか変な混み方をしないので、走ってて気持ちいいですね。流れてるんで暑いな。向こうの方でなんか緑のランプが光ってるのは何だろう。あら、間違えたかな。向こうの道路だったかもしれない。間違えたな。次曲がれば行けんのかな。大型とかだけやから、これ曲がれば行けるよね、多分。こっちでいいよね。ここの道ですよね。これさっきの道ですもんね。よいしょ。さあ、これでいいのかな。ナビはどうなった。これでいいのか。いいみたいですね、多分ね。なんか暑さのせいか若干処理遅れてるような気がするんですけどね、本当に。ヤンマー。あら、あ、もう道の駅の案内かな、あれ。右なんだけど。あ、違うわ。道の駅じゃないわ。よし。次を右、これを右、
るかな、来ないか。あとはとりあえずまっすぐですね。またなんかマニアックな道だな。まあ、ナビがやってくれてるんで、そう、距離が短いんだとは思うんですけど、幹線ではないですよね、これ。でもまあ、伊吹山がなんか近くで見れたのは良かったですね。いつもあの高速道路とか通った時にちらっと横に見るくらいだったんで、あんな間近でなんかいるっていうのは見たことがなかったですね。登っても見たいけど、ちょっとな、登るのはバイクで行って登るのはしんどいな。車で行って登るくらいでしょうね。まあでもなんかあんまり趣味広げすぎるともうえらいことになると思うんで、もうまたそんな行き出したらね、次またハイキング登山の用意みたいなんでね、またそんなのが欲しくなったりするかもしれないんで、まあ言ってもバックパックとかはね、荷物をねいっぱい積んで、バイク昔乗ってた時に使ってたあのザックっていうかね、かなりでかいザックとかは今もあるんで、まあ、そう靴とかそういうのはねまたいると思うんですけどね。今日そのなんていうかキャンプ行ってたところもね、ちょうど僕がテント張ってる目の前で、あの京都の高校の、山岳部みたいなのが、キャンプを張ってましたね、集団でね。引率の先生が一人で、なんかこう練習でね、そのあんまり高さがない山を今登ったりっていうので泊まりがけでやってるみたいで、先生が、ま、もう何回か行ったら次は標高高いとこ行くからなー言うてね、あの高山病困難が気分悪くなったらすぐ言えよみたいな感じでね、あこれも道間違えた、喋ってたら向こうやったな。ちょっとここはちょっと行きたくないな、これは。後ろもいてないんでね、あれなんですけど、向こうやったんか。まあいいか、リルートかかったな。はい、まあそうなんでね、山岳部が来てましたけど、食べてんのはラーメン、みんな食べてましたよね。やっぱりあんまり凝ったやつはね、ちょっとそんなん荷物が大変なので難しいと思うんで、よいしょ。女の子もいてましたね、何人か。ほとんどは男の子でしたけどね、すごいなと思いながら見てましたけど、ザックはちゃんとしたのみんな持ってましたね。クッカーとかはまあまあクラブっていうかね、でやってるんで、クラブのそう決められたっていうかね、あのクッカーとか、まあ調理用具はみんなそんなんで共通で使ってましたけど、テントも山岳部のテントでしたね、貸し出し用っていうか。よいしょ。いや、次
はあれですね、前も言いましたけど、そろそろサイレンサーを変えたくなってきましたね。高いんでね、あれ、SP 忠夫さんの分、ちょっと悩みますね。またなんか、PayPayのキャンペーンとかね、なんかそういうのがあったら、ちょっとまた考えようかな。ポイント貯まったとか、キャンペーンやったとか。まあ、それまでにお金ある程度貯めてね、まあ、やっとくっていう感じですかね、とりあえず。まっすぐかな、これ。よいしょ。とりあえずなんかちょっと開けてきましたね。はい、まあまあちょっと近づいたらまた撮ろうと思います。ではでは。はい、どうも。ね、なんかぶっとい道路に出ましたね。国道8号線かな、さっき書いてたの見たら、でっかい道路に出ました。まあ、ナビ見たらずっとまっすぐみたいなんで、この道路沿いにあるんでしょうかね。なんか道の駅ってなんかこんなでっかい道路沿いにあるイメージないんですけどね。まあでもあれか、そんなこともないか。なんか山の中のなんか太い道のとこにポツンとあるとか、そんなはあってもね、なんかこう、なんかこれ動画でも街中ですもんね。街中のところにね、なんかポツンと道の駅があるっていうのはあんまりイメージないですね。さあ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 、まあだいぶ曇ってきましたけど、雨は全然降ってないです。順調に行けていると思います。長浜市内ですかね、今通過中です。あ、ドローンスクールですかね。僕は全然行ったこともないですけど、いやードローンもね、本当もうちょっとね、なんか自由に飛ばさせてほしいですよね。免許制度とかに本当になってね、この前アップした動画でこう僕が練習してた場所がね、使えなくなっちゃいましたっていうね、動画、本当に皆さんね、コメントいっぱい入れていただいてありがとうございます。本当ね、その中でもいろいろご意見いただいて、まあ、まあまあ、とりあえず気をつけないとダメだけど、まあ、航空法だけ守っとけば、まあ、とりあえずね、あとはもう気遣いしながらやればいいんじゃないですかみたいな意見もあったりとか、いや、やっぱりこう全部許可取ってね、やるっていうか、まあ、そういうの意見もあったりとか、まあ、いろいろやりますけど、まあ、何が正しいって言ったら、そら、全ての法律守って、法律法令全部守って、まあ、許可関係の全部完璧に取ってということになるんでしょうけどね。なかなかね、ちょっとね、無理がありますよね。まあ、正直まあ、NHK とか民放限らず、映像で流してる、やつっていうのは、ちゃんとどこまで厳格に許可取ってるんですかね。あ、右だな。右とかなかな。大丈夫なんかなと思ってね。そんな土地。まあ、でもあれか。やっぱりそういうふうなとこだったら許可ちゃんともらえるのかな。みたいな趣味でやってる人はね、なかなか、でなんかちょっと後でトラブってもやっぱり地域の宣伝になるとか言うので、まあまあまあいいんじゃないですかみたいな感じになるんですかね。お役所の方もね、で大体それでなんかトラブル、事前に許可を得てなくてっていうかね、ちょっと許可漏れしてて
で、なんかいざトラブル起こると、いや、ちゃんと許可取ってないじゃないですか、みたいな。なんか、ちょっとね、汚いっていうかね。いいか、大体、まあ、それはまあいいとしても、放送局とかにね、許可出すんだったらね、その僕らみたいな趣味ドローンの人にもちゃんと公平に許可をね、出してもらいたいもんですけどね。何ですか、あれはどういう違いがあるんですかね。地域のこう宣伝になるから放送局は OK っていうことなんでしょうかね。どうもそのあたりが。おお、なんかでっかい、なんか、なんでしょう、ドームが見えてきましたけど。なんなんでしょうか、あれは。野球の施設、野球のドームという感じでもないですよね。体育館かな。にしてもでかいな。とりあえず、これで湖岸道路まで出るみたいですね、湖岸の。あ、湖岸道路って、まあ、言いましたけど、本当に湖岸道路ですね。え、カラスが死んでる。さあ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 。これは畑とかだだっ広い中にドーンと立ってるから大きく見えんのかな。いや、でもでかいでしょ。なんなんでしょう。とりあえずこれを左ですね。ここを左です。長浜バイオ大学ドーム、何じゃそりゃ。長浜ドーム前、もうすぐですね、もうすぐです。もうすぐ左に。あ、で、さだ波街道に戻ってきましたね。まあ、伊吹山の方行ってましたからね。あの山の方に。伊吹山がだいぶ後ろになりましたね。今、ちらっとだけ見ましたけど。だいぶ後ろに。あ、あれかな？なんか表。なんかちら上のとこに看板が見えたような。あ、ありましたね。ありましたよ。あ、キャンプ場もありますね。はい、着きました。近江母の里で。え、ちょっと待って、ちょっと待って、向こうでもよかったかな。もうこのいきなり P とかやめてほしいんですけどね。いきなり P。どこでしょうね。とりあえずバイクみんなこの辺止まってるから、この辺でいいんでしょうかね。はい、このちょっとこっち行こうか。はい、この辺り行っときましょう。はい、じゃあハンコもらいに行きまーす。はい、じゃあ、近江母、パッと開いたらもう出てましたね。よいしょ。ちょっとこいつを捨てに行きましょうか。はい、ほんで、どこでしょう。
こっちかな、向こうはな、向こうはなんか違いますね。こっちだな。ありましたね。では、ああ大きいな。いいけどまあいいや。よし、OK です。よし、もういいでしょう。どこや？OK ですね。はい、今日は順調に、順調に回っていますね。ちょっと飲み物を買って水分補給をしながら行きましょう。ではでは。はい、そしたらね、今近江母の里、これがチェックイン OK。です。だいぶ、回りましたね。次はせせらぎの里小浦。登録地これですね。これですね。目的地設定。よいしょ。さあ。ちゃんと動くまでちゃんと見てから行きましょう。バグってたらダメなんで。いいですか？自分の現在地ちゃんと出ますかね？大丈夫ですかね？よし、じゃあ行きますよ。車来たけど。よし、じゃあ行きます。行きますか。よいしょ。はい、やっぱり走り出したら気持ちいい、気持ちいい。またちょっと水分補給してちょっと一服はしましたけど、暑い。普通にこうやってバイクで走ってる時が一番幸せですね、本当。暑いわ。道の駅で休憩っていうか、休憩自体がちょっと若干苦痛な感じになってますね。水上スキーやってますけど、なんだやっぱり気持ちいいんでしょうね。V ストでしたね。二ケツで、もう完全なツーリングですね。V スト売れてるんでね、もうちょっといっぱい出てもいいと思うんですけど、もうちょっといっぱいあってもいいと思うんですけどね、あんまり合わないですね、今日ね。さあさあ、よいしょ、よいしょ。距離はどのくらいのかな ?18 キロ、ちょっとありますね。またじゃあ着きそうになったらね、また撮影します。ではでは。なんかすごいのありますね。あれ琵琶湖のあれですか？なんかあの作ったやつでこう鳥コンテストみたいなとこのやつなんでしょうかね。あれ、なんで右折の
前の車行かなかったんですかね。今ちょっと見つけてすぐに録画ボタン押したんですけど、今現在地はね、彦根ですね。あれ、目の前に見えてるのが彦根城ってやつですか。カメラで見えてるかどうかわかんないですけど、真正面にお城が、見えます。彦根の彦根城ですか。彦根城も行ったことないですけど、あ、あっちね、あっち見えますか。トリコンテストのなんか台みたいなやつはこの向こう側くらいにあったんですけどね。まあ、ていうか本当にそうかどうか知らないですけど、はい。道の駅までは13キロ程度まだあります。あ、彦根城ですね。地図にも出てますね。あれ彦根城ですね、間違いないです。はい。なんかちょっと渋滞してきましたね。今まではもうずっとスムーズにね、気持ちよく走ってきたんですけど、ここに来てちょっと詰まり出しましたね。とは言っても彦根城のあたりを通ってまた左曲がってね、山の方に、向こうの方に行くみたいですね。向こう雨降ってんちゃうかな、あれ。よいしょ。まあ、渋滞してきたんでね、ちょっといきなりそのトリコンテストのなんか飛び込む台みたいなのがあって録画ボタン押しましたけど、うん、なんか他見るものもないし渋滞もしてきたんで一旦切ります。ではでは。はい、今もうあと見てたら 2.3 キロとなってるんで、もうちょっとで着くと思います。今多賀町っていうとこですかね。もうちょっとで多分標識見てたら東近江市っていうところに入るみたいですね。途中ね、渋滞が結構あったんですよね。あの彦根のとこでね、あの前のカットで多分言ってたと思うんですけど、あの彦根城が見えましたみたいなね、あんなあたりがめっちゃ混んでてね、暑かったですよ。そこから結構ね、だらだら渋滞が続いて、で山の方にちょっとね、道がナビがこうね振ってくれて、でそこからはね、それなりには流れてっていう感じです。だから結構時間がかかってます。今道の駅標識が出ましたね。1キロ、せせらぎの里コーラって書いてますね。せせらぎの里コーラ、コーラっていうのは地名ですね。コーラ2キロって書いてある地名ですね。はい。まあなんか天気ちょっと日が差したり、まあ、基本曇りですね。雨は全然降ってないんですけども、状況変わらずで、ただねやっぱりね、止まると暑いですね。まあでも順調に来てる方だとは思うんですけどね。もう渋滞がちょっと効きましたね、やっぱりね。高良町、いやーやっぱりね、渋滞入ると暑くてたまらなかったですね。ブイストもね、これやっぱり乗っててね、楽なのは楽なんですけど、やっぱりだんだんケツ痛くなってきましたね。まあやっぱり、まあ、これもいつものごとく僕の体重も問題だとは思うんですけどね。ここを曲がった方がいいのかな。なんか曲がった方が良さそうですね。さっきこれで間違えてたパターンですけどね。でもあこ向こうのとこにも上にね看板ありますけど、ちょっとね右折で入るのはあんなとこ嫌ですよね、ちょっとね。だから、まあ、できれば、右折左折で、そこ多分入れると思うんで。
まあ、さっきもそう思って曲がったらダメだったっていうね、蕎麦屋に入ったっていう感じでしたから。なんかどこに止めればいいのかよくわからないですね。これは大型車両が本当は止めるとこなんでしょうね。もうここでいいか、ね、よし、はい、到着。設定ザギの佐藤コーラよいしょ。はい、じゃあハンコをもらいに行ってきましょう。よいしょ、お尻痛い。はい、せせらぎの里コーラ、じゃあ行きましょうかね。よいしょ、あ疲れたな。どこにあるんでしょうね。情報館的なところ、まあ多分ここでしょうね。多分ここでしょう。ありましたね。ありましたよ。これ忘れてるやろ。あったのに。ここはしっかり拭きます。よし、さあトイレももういいと思うんでアイスくらい食おうかな。飲んでるな。まあ行きますかね。ではでは、はい、せせらぎのせせらぎの里コーラチェックインです。よいしょ、はい、 OK です。で、もう次で最後にしようと思います。奈良の方に帰るのにね、行こうと思えばここ最後ね、マーガレット、あうるさいな、やっぱりあのでかいやつはすごいですね、音がね。愛東、東尾美愛東マーガレットステーションってやつね、ここ行って、でこことここね、竜王とか、竜王か、どっちも竜王鏡の里とかね、ここ2か所はまた行こう、あの違う機会に行こうと思います。まあなんかでこっちは来る機会あるんでね、この辺りは多分。で、要するに帰りね、甲賀の方を抜けてこう奈良の方に抜けていこうかなと思ってます。こうね、こっち行くとまた混んだりなんかしてるとこだと思うんで、この辺りね、もう山道を通って帰っていこうと思います。とりあえず次最後ね、ここ行きます。はあ、帰ってからね、またちょっと片付けもしないとダメなんでね、これですね、ここ目的地、ちょっと疲れてきましたしね、さすがに。はい、ということで行きましょうか。よいしょ、本当にね、僕はね、もう基本あれですよ、平日しか行ってないんでね、混んだりなんかしてあれするとちょっとやる気がなくなるっていうね、非常に貧弱な、これ右でいいかな、
よいしょ。はい、ではではとりあえず行きましょう。11キロあるんでね、まあまあすぐ着くとは思うんですけど、まあ一回また近づいたらね、撮影しようと思います。ではでは。はいどうも、あと1キロ、 1.9 キロって書いてますね。もうちょっとです。ここまではねとりあえずそんなに渋滞はないんですけどね、あの信号には引っかかりまくって、まあ、そういう道路なんでしょうね。これはね信号が多い道路、多いっていうか信号に引っかかる道路ですね毎回ね。はい、もうちょっとです。次ね、次のとこでもラストです。疲れましたね。あと2つくらいなんとか頑張って生きようっていう話なんですけど、もうやめときます。今ね時間がまだ2時半過ぎくらいなんですけど、帰るのにやっぱりね1時間半とか2時間とかはかかると思うので、でそうなったらね夕方くらいになりますからね、そこからこう洗い物とかねキャンプで使ったやつの、そういうのをちょっとしてあげないといけないので、まあ、それ考えるとね、もうそろそろ引き上げかなと。でその後の2軒もね、なんていうか別に山のとこでピピッと行けるんやったらいいんですけど、街中の方に出ていくんでね。で今日は日曜日なん でそこそこね、まあ、コロナ禍中と言いながらももうナンバー見てたらやっぱり今ね、あの名古屋とか、まあ、そっちの方から岐阜とか、うん、そんなナンバーも結構見かけるんで、結構みんなねもう我慢もう限界で出張ってこう来てるのかなって。あーっとちょっと雨かな、なんかチラチラっとチラチラっとこう雨粒が、シールドにつきましたけど、ああちょっと降ってきたかな、もしかして、あここかな、ここっていうか、あっていうか向こうか、これまた違うとこ入ろうとしてたんか、これひまわりがここやな、ここさっきのとこまた違う店かな、ここか、ここか、向こうね、あ向こうね、はい到着。よいしょ。あひまわりが綺麗なんで、ね、みんな写真を撮りに来てますね。よいしょ。さあ僕はひまわりよりもそうですねスタンプ、はいじゃあ行ってきますスタンプね。はい、向こうひまわりが咲いてますよね。愛東マーガレットステーション、こちらの方に来ましたけど、情報管理的なところはどこにあるんでしょうね。向こうかな。だいぶ溜まりましたね。あともうちょっと頑張って滋賀県行かないとダメですけど、これはソフトクリームかな。向こうの方にも、なんかいろいろあるとこですね。情報館的なところはどこでしょうかね。
どこでしょうかね。直売所。あっちかな？なんかよくわからないとこですね。お店がいっぱいあって、なんかここっぽいな。よし、終わりました。終わりました。ちょっと見ていこうと思います、この道の駅ね。はい、ではでは。はい、どうも。そしたらね、愛東マーガレットステーション、はい、ここチェックインです。はい、ということで、とりあえず今日ね、ぐるーっとこう、昨日今日と、回ってきましたけど、琵琶湖周辺はあと2カ所ということでね、もう今日行けよっていう話なんですけど、ちょっともう疲れたので片付けね、さっきも言いましたように時間もあるので、とりあえずもう行こうと思います。よいしょ。はい、出発します。じゃあ最後ね、ちょっと総括として、なんですけどね、よいしょ、はい、出ました、よいしょはい、本当にね、バイクでキャンププラス道の駅の旅ということでね、最初は結構しんどいかなと思って、どうなることやと思ってたんですが、意外とね、2日目でも、体力が残ってて、それなりに、回ることができました。なのでこれからね、例えば福井の方とか、兵庫でも兵庫の北の方とか、行くときね、キャンプを兼ねてね、行くっていうことも十分ありなのかなというふうになんとなく思いました。さすがにしんどいかもわからないんでね、設備がある程度、今回のところなんかは温泉がね、温泉といっても浴場がキャンプ場の窓内にねあったので、気持ちよくね、キャンプもできたし、くつろぐことができたんでね、で雨も降らずに天気も良くっていう感じだったので、これがね、やっぱりね、天候が悪かったりとか、やっぱりこうあまりキャンプがくつろいでキャンプができなかったりするとね、また違ってくるのかなと思うんですけどね。はい、で、ブヒトの方なんですけど、やっぱりこういう風なね、のんびりした旅には本当にね、すごく合ってるバイクだなという風に思いました。で、僕のやつはね、本当にフロントスプロケットを変えて、初めての16丁に変えて初めてのこう長距離、ツーリングということでね、今回行ってみたんですけど、だからやっぱりちょっと上り坂での発進がやっぱりちょっとしんどいかなという感じはしました。とりあえずとは言ってもね、荷物もいっぱい乗せて、そういう状態での乾燥なんで、
まあ、通勤時のどこの時でもまあ確かにあの上り坂の発進厳しいんですけど、逆に言えば荷物いっぱい積んでてもあんまり変わらんということ、だと思うんですよね。だからそもそもやっぱりその代わり16丁に上げてやっぱり高速速度が乗ってきた時の、その楽さ、エンジンブレーキがこう角にかからないとか、こうアクセルを戻した状態でこう流して運転できるっていうね、余力で運転できるっていう、こう楽さみたいなものはとてもあるので、だからまあ、それの交換ですよね、やっぱりね、どっちを選ぶか。ただまあ万人受けするのはやっぱり15丁くらいがいいんじゃないかなというふうには思います。ノーマルの14丁はね、僕も慣らし運転途中で変えてしまったんであれなんですけど、あまりにもちょっと、速度が乗ってくるまでに、一般道でもね、速度が乗ってくるまでに、ギアチェンジをこまめにしてあげないとダメなので、ちょっとそれがしんどいかなっていうのと、エンジンブレーキも結構きつめにガンガンかかるんで、だからちょっとしんどいかなっていう気はしますよね。はい、まあ、そこら辺はまあ僕の感想とか、まあ、他の、ね、人の感想とかいろいろ参考にして、まあ、自分に合ったものをちょっとやってみてもいいかなと思います。とりあえず16丁でもね、ちゃんとノーマルのチェーンでもちゃんとスポーケット自体は入ってチェーンも長さも足りるんで、まあ試したいなっていう方がいてたらスポーケットだけね買えば、まあとりあえずは試せるという、まあ、お手軽な感じになってるんで、最低限の工具はね、まあ、いるとは思いますけどね。はい、ということで、まあ、あとはもうぼちぼちね、帰っていこうと思います。まあ特段とは言っても、この後にまた追加で何か、何かあれば映像を入れてるかもしれませんけど、とりあえずはね、今日はこの辺で失礼したいと思います。ではでは、さようなら。